じゃこんにちは、ゆたかさん、はい、ゆたかさんが優勝に、はい、まあ、あの予想に、うん、つい先日挙げた阪神が、はいはい、快進撃ですね、やっぱり続いてますね、まあ、快進撃っていうか、はい、まあ、野球が一番厳しいというかさ、うん、まあまあ、監督もそうだけども、はい、あの厳しい野球をするよね。ですよね。あ、まあ、ここに来て実を結ぶかなという感じはするけども、うん、まだ分からんよ。でもあ、まだ分からないですか。いや、まあ、それは分からんよ。こう歯車狂う時あるから、うん、あ、まあ、そうですね。今年そういう時ありましたね。ヘディング事件もあるしそうです、そうですね。いや、何が起こるか分からないけども、確かに、ただやっぱ阪神が抱えてるその野球というか、うん、目指してる野球が、うん、やっぱこう一番厳しいような気はするよね、その4球団の中で、はい、まあまあ、例えば広島、巨人、うん、阪神、DeNA の中でやっぱ厳しいのは阪神だなと思うし、うん、やっぱりそこら辺がはまってくると、はい、やっぱ水も漏らさなくなる、そうですよね、っていうような感じはするよね。特にそれが見えたのがやっぱ昨日の DeNA 戦、はい、非常にこう岡田監督が仕掛けたいこととか采配がピタッとこうはまっての、だからね、まあ、相手が東、はい、ね、DeNA の東だったり、まあ、一番やっぱこう、まあ、12球団で一番安定してるピッチャーかなっていうような、うん、まあ、今年は菅野とかいいけども、はい、ずっとなんかこう安定してるようなピッチャーの中で、やっぱ一つ山だったと思うんだよね。でね、うん、やっぱこういう、こう、まあ、優勝していくとか、はい、まあ、いろいろある中でやっぱいいピッチャーと当たるような当たりますね。だからそこがね、はい、一つのやっぱポイント握ってんだよ、うん、まあ、例えば昨日の広島菅野対森下、はい、うん、やっぱ菅野は満を持して広島戦に持ってきた、はい、ここを広島がどうクリアしていくかなんだよ、うん、優勝するためには、うん、で昨日はやっぱ東を持ってこられた、はい、阪神側からすると、うん、ここをどうやってクリアするのか、うん、クリアしたな。青柳投手だったんですよね。いやいや、まあ、青柳も、はい、その DeNA にしてみれば嫌なピッチャーだけどもね、はい、うん、まあ、DeNA の方も対策を しながら、はい、まあ、戦ってたけども、やっぱその上手をいかれたというね、うん、阪神の方が、はい、やっぱりそれ、まあ、先のこと言っていい？あ、言っていいですよ。中日戦は今度高橋宏斗が多分来るんだよ、うん、ローテーション的には、はい、やっぱそこも一つの山になってくるんだよ。そうか。いや、だからその一つの山を越えたという、はい、まあ、今日ジャクソンだとか、そうですね、で K が来ますね、来る来る、で、まあ、村上、まあまあ、まあ、村上大竹っていうのは、村上は特にね今年はあまり勝ってない、うん、まあ、大竹は10勝かかってるけど、はい、だからまあそこら辺でやっぱこう一つの山っていうのはあるよね。じゃあこの3連戦の中でやっぱり大きな山は昨日の東投手ですよね。いやー、大きかった、そうですよね。やっぱ平常心では投げれてなかったな、東投手か。あ、確かにそのボールが高めというか、あんまりあれだったですか、うん、いいピッチングの時よりか。いや、それをさせなかったんじゃないの、まあ、例えば途中で雨が降ってきたり、あ、まあ、雨上げさんが雨に慣れてるっていうこともありながらとか、はい、まあ、いろんな条件が重なって、まあ、フォアボールから始まった回もあったし、はい、うん、まあ、珍しいよね、東がね、フォアボールから、そうですね、あのスタートするっていうのは、その回を、うん、いや、だから、まあ、ほとんどフォアボール出さないピッチャーがフォアボール出してからちょっと苦しいんだとか、いろいろな条件っていうのは重なっていくんだけども、はい、いや、でもやっぱ岡田監督のはめ方が素晴らしかったな、はい、いや、これはやっぱり見事だったと思うわ。やっぱ確固たる指示っていうのは、はい、やっぱファーストストライクを叩けという、うん、やっぱね、いいピッチャーってファーストストライクからどん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 外にボールゾーンに流れていくんだよ、ボールって、はい、だからファーストストライクは簡単なところで取って、うん、2球目はより厳しいところ、うん、3球目は出し入れなんだよ、はい、だからそれができるピッチャーなんだよね。だからファーストストライクにやっぱチャンスはあると。だから俺、梅ちゃんがキャッチャーらしくファーストストライク、はい、ちょっと進化フォークボール系のボールを打ちに行ったと思うんだけども、うん、でもあの指示がやっぱなかったら、うん、それ昨日は負けてたかもな。そうですね、まあ、岡田監督の指示では、まあ、東投手の被打率というのは通常の時というのは2割3分1厘、はい、ただそのゼロストライクの時というのは被打率が3割8分7厘と上がっていると。まあ、そうだな。多分そのデータでじゃあノーストライクの時に振っていこうっていうふうな指示が出て、28人中14人がもうスイングをしてたと。まあ、そうだな、いうことなので。いや、だけどね、森内言うけどね、うん、やっぱり技術がないと、はい、そういうデータを与えられたとしても
打ちに行けないやつはいるんだよ中には。いやだけどそれを打ちに行けた人間がいい結果を残したっていうことが、はい、やっぱ一つやっぱチーム全体で東を攻略したという、はい、これがまだ勢いにつながるといいな。そうですよね、やっぱそういうそのぐらいのピッチャーだから大きなピッチャーだから確かに。だからもうこの東投手に勝つにはもうこのデータでやっていくしかもうそこしかないっていう、そこに目をつけてそれで昨日は当たったってことなんです。でもねバスターのやり方でもねよく配球考えてバスター出してるよ岡田監督です。変化球がボールになった、はい、次はまっすぐでバントをやらしに来る、うん、ここしかないとか、はい、もういろいろ見てると楽しいよ。一球ごとに岡田監督のサインが変わってくっていう。だまあそこら辺ではやっぱこう攻略をするにはやっぱねデータってあるけどもそのデータの有効利用がやっぱ必要で、それを演じられる演者もいないとな。プレイヤーですよね。だからいい演者がいるっていうことだよ。いやだからやっぱ見事だったなと思うな。あの去年のやっぱり強かった阪神のその采配というかそういうゲームがなんかここに来て、まあ、特に昨日、まあ、そうだな。だからやっぱ勝負どころで監督が考えてる意図を組み、うん、それを成功させていく選手がいるという阪神は強いよ。そうですよね、うん、だからそこら辺の集中力が高いということだもんね、うん、それがこの終盤というか9月のこのもう負けられないっていうムチが入ってる時期に来たっていうのが、そうなんだよ。負けられないんだよ。みんなどこも負けられないんだよ、うん、だから成功率っていうのが求められるんだけどさ、そうですよね、やっぱねこういう試合っていうのは勝負どころの試合って流れをいかに渡さない、はい、流れをいかに作っていくか、うん、そのためにはやっぱねここで一本、うん、ここで打たせないとか、はい、ここで避けとくとか、うん、もうねなんていうのかな、もう血管切れそう、頭の血管が切れそうなぐらい考えながら、うん、やっぱねゲームっていうのは進めていかないと無理だよ。そうです、勝てない。そうですよね。あと守備で言うと、あれノーアウト三塁二塁になって宮崎選手があの犠牲フライ、うん、あのライトの方向に行った、はいはい、あれを森下選手がオースティン選手をタッチアップアウトにしたっていう、うん、でツーアウト取れた。オースティンもちょっと疑ってたけどな、なんかなちょっとスタートちょっと遅かったです。まあまあその見ながらもう走っちゃえみたいな、うんうん、まあそんな感じだけど、やっぱそこら辺は強い意志を持ってホームに走るとかね、はい、最初からね、うん、だからちょっと半信半疑で走った部分というのもあるから、はい、まあ、ちょっともったいなかったというね。そうです、まあ、その前に流れを変える、うん、まあ、いろんなプレーがあったとか、はい、まあ、あるけどもね、うん、まあ、阪神に特化してこう今日今は喋ってるから、ね、うん、ちょっと DeNA のことは言わないけど、またあの DeNA は動画を撮るという、撮りますよ OB なんで、 OB なんで そこはまあな、はい、いやまあだけど、なんていうかな、やっぱ阪神は見事だな。見事な、本当に昨日は素晴らしい勝ち方だったですけれども、昨日もだな。昨日もここに来てやっぱりいい勝ち方っていうのは打線もそうですし、うん、どうですかピッチャー陣もそうですし、やっぱり打線が活発になってきたっていうことが、まあ、一つあるよね、はい、それとやっぱこう作戦を立ててその作戦が当たってきてるというハマってきてるという、うん、まあ、そこら辺のその状態の良さ選手たちの、はい、うん、だからここら辺にきっちり合わせてきたっていうのはやっぱ昨日の去年の勝ち方とか、はい、まあ、そういう経験者が多い、うん、まあ、その中でやっぱその引き出しをいっぱい持ってる選手たちが、うん、どの引き出しを開けるかで戦ってるというね、はい、だからもう見事だよ。そうですね、うん、まあ、これで昨日カープ負けたので2位のカープとは 0.5 ゲーム差で、首位巨人とは 2.5 ゲーム差と。巨人も負けないからね、なかなかね。そうなんですよ。ただ今ちょうど 上の阪神、広島と巨人が直接対決をしてくれているので、自分が勝っていけば、こうね、まあ、どっちかが縮まっていくからな。そうなんですよ。ということはこの、まあ、今日明日、まあ、DeNA との戦いの成績によっては2位になれるっていうことも十分に、連勝したら2位になれるんじゃない、あと2つ、あと2ついけたら、うん、それ一騎打ちになっていくんじゃない。お、巨人と、いやだから巨人、まあ、巨人昨日勝ったけども、はい、巨人が今日から連敗したとしたら、はい、まあ、阪神が連勝したら、まあ、ほとんど並ばれるわけじゃない。そうですよね、まあ、そうなってくるとやっぱり勢い的にはやっぱ阪神になってくるよね、うん、あ、阪神の方が、うん、まあ、勢いの有利、巨人が優勝するにはここ絶対広島には勝ち越さなきゃいけない、うん、そうです、ね、それを組んでローテーションも組み替えたから、うん、
仲良にしたわけですもんね。に親しい菅野が頭に持ってきたという。そうですよね。いやだから巨人の戦い方もいいけども、はい、まあ、阪神はそれ以上に戦略とか戦術がね、うん、やっぱ素晴らしく当たってきてるという、まあ、当たってきてるというかはめていってるというかな、そうですよ、はまってきてますよね。じゃあ阪神、まあ、豊さんは、うん、この前の動画で、まあ、優勝予想にしていますけれども、はい、残り試合が、15になりました、はいはい、でベイスターズとの3連戦終わると、まあ、ここは祝日も挟むので7連戦に各チームなるんですが、はい、その後金土がカープと2戦、はい、そして阪神はな、そうです、はい、で日月がヤクルトと、はい、そして水曜日は中日とということになっていくんですけれども、はい、まあ、ベイスターズとはあと 1、2、3、4試合、はい、5試合、6試合、はい、残してるので結構残してるんですよね。でカープとは3試合でジャイアンツとはもう残り2試合のみというところになってきます、うん、はい、そうなるとさあここから岡田監督は、まあ、ピッチャーどういうふうにまた組み替えるのかローテーションを、うん、さらに打線とか作戦をどういうふうにしていくのかどうなっていきますかね、まあ、打線は変えようがないな、うん、打線はこのままいくと思うよ、はい、そんな大きくいじるとか、うん、そういうことはないと思う、まあ、相手が左だったら前側を、うん、まあ、井上に変えるとか、はい、右だったら前側を使うとか、うん、まあ、そのぐらいの変更しかないと思う。あと島田がいいんで、そうですね、可能性としては前側がちょっと調子を落としてるんだよね、はい、だからそこで島田を入れてくる可能性もあるし、うんうん、だからまあ左だったら井上でいくという、はい、まあそうだな、まあ、そのぐらいしか変えようがないし、あとキャッチャーは変える必要がない。あで梅ちゃんがバッティングが当たってきてるんですけれども、うん、これは、まあ、梅ちゃん主体でいいと思うよ、うん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 、それは、はい、まあ、ピッチャーの意向もあるだろうけども、はい、それはなんていうのかな、やっぱりまず点を取らないといけないから、まあ、そっちはそのバッティングのいい方を優先すると思うな。じゃあ主戦というか主軸になってくるのはキャッチャーは梅野選手かな、まあ、それと梅ちゃんが一番優勝したいと思ってるだろうからな、去年その優勝の輪から、はい、まあ、輪にはギリギリ入れたけども、うん、ちょっと蚊帳の外みたいな感じがあるからね。そうですね、梅ちゃんは優勝したいだろうから、まあ、必死にやるだろうしな、はい、うんうん、まあ、他の選手も必死だとは思うけども、うん、まあ、より以上に必死なのは梅ちゃんかなと思うから、うん、まあ、だから梅ちゃんを使った方がいいかなという、うん、今年の場合はね、はいはい、あとピッチャー陣なんですけれども、はい、例えばやっぱ巨人などは中4だったり戸郷投手、はい、菅野投手いいピッチャーをやっぱり数多く回してくるっていうふうに出てます。阪神はそこは崩さずに行くんですか、ね、連戦開けてからじゃないの。あ、まあ、各チーム7連戦という、はい、そこまではこうギリギリまで我慢して、うん、その後飛び飛びになってくると思うんだけども、そうですね、うん、そしたら中呼んでいいやつをどんどん追い込んでくるとか、うん、そういう可能性はあるけど、うん、そうだな、残り15試合だろう、うん、まあ、6試合ぐらいになってからじゃないの、崩していく可能性があるのは、うんうん、そこまでは崩さずにこう中6で、うん、だから 中3っていうのもあるかもからな、よかったら球数によっては、球数を減らしての中3っていうことですか、うん、もうあるかもわからないっていう、うん、だからもう他のチームもギリギリに来てると思うよ。そうですよね、うん、まあ、カープにしてもそうですし、まあ、DeNA にしてもそうですもんね。いやだからなんて言うんだろうな、まあ、岡田監督にそこら辺は任しておけばいいんじゃないのかなって思うけどもね、うん、それとやっぱこう無理が効く、多分阪神の選手は、はい、やっぱ無理さしてるもん今まで、うんうんうん、いやさしてるっていうかそういう意識を植え付けてきてるって、とピッチャー厳しさに、はい、厳しさを、それとやっぱこう石井とか桐敷、うん、あれだけ後ろが回ってくれてんだよ、はい、そしたらやっぱ先発ピッチャーもそれ分かってるから息に感じて、うん、多分投げてくれると思うんだよ。そんな気しますね。いやそうですね、いやだからそこら辺のそのなんていうのかな、気持ちは作り上がってきてるっていうふうに思うよ、うん、俺は阪神はね、うん、だから佐伯だって中呼んでいくと思うよ。あそうで言われればいきます。だから佐伯、ビーズリー、この2人、高橋ハルトが、ね、無理聞ければ当時どうですかね。いやいやだから俺はもうチャンスだしな、だからこの3人が仲呼んで回ってくれたりだとかしてくれたらすごい楽だよね、はい、うん、楽っていうか可能性はもっと膨らむよね。そうですよね、うん、
もう最近なんか見事だもんな。この前の神宮でもフルカウントフルカウントになってても絶対出さないもんね、フォアボールで。まあ、ああいうの見るとやっぱエースに育ったなって今年1年で、はい、そう思うし、うん、だからそういうピッチャーがいてくれるっていうことはすごく心強いよ。あと高橋遥人投げたら負けないというね、はい、でビーズリーも戻ってきてくれてるし、はい、この3枚だな俺が期待するのは。もうここの3枚で乗っていければ阪神は、うん、まあ、村上大竹、まあ、ここら辺はやっぱ投げてみなきゃ今年の場合は分からない。あとは西勇輝だな。そこですよね、前回ピッチングがちょっと良くなかったので。ただやっぱ神宮とかよりも甲子園とか、はい、そういう方がいいわ西勇輝は。そうですね、マウンド的にも、うん、いやね、ここに来て阪神がね、なかなかエンジンがかからないというふうに前半も後半も言われてましたけれども、はい、やっぱり9月、8月終わりから9月に入ってから、いや俺はね、阪神はね、春先から夏場にかけて、うん、こんなにチャンスが後半残ってるとは思ってなかったと思うよ。これだけ俺らが悪い、はい、俺らの責任だと思いながらも、うん、でも8月末から9月の頭、うん、現在に至って、うん、この位置で戦えるのっていう、うん、やっぱね、感謝を持って戦ってると思うよ。確かに、つまり他の巨人だったり、うん、カープ、DeNA が抜けていかなかったっていう、もたついてたからね。それはラッキーですね。ラッキーだよ、うん、だから阪神の予想ではやっぱ違う展開だったと思うんだけど、はい、いやだけど、いや十分チャンスがあると、うん、いうことはもう狙いに行くよね、完全に優勝ですよね。ただまあ残り試合数がやっぱり一番少ないというところが、うん、まあ、どういうふうに響いてくるのか。逆に、はい、多いといっても今度 DeNA などはもうずっと連戦というか非常に厳しいそのスケジュール、過密スケジュールになってくるので、それが吉と出るか凶と出るかということもあるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、阪神がここに来てピタッとはまり始めたので、これは、まあ、面白いな、ね、優勝は十分に考えられますね、はいはい。